ユーミン寺は中国厚生省南昇市東国にある仏教寺院81公園の北側東湖の東岸に位置している南朝張の転換年間に建造が始まり7回の再建と数回の解明を経て現在に至るユーミン寺の正門南昇府市の記載によると南朝張の与称を正宗の死であるクズの指定が寄進されて寺とされ はじめの名をウエランデラと言った。547年、大仏寺と改名された。唐の開元年間に、大仏寺は、開元寺と改名された。769年、前週の構想である、バソ同一が開元寺を訪れ、説法を行った。唐の各地から神徒が集まり、139人が、バソ同一の弟子となった。この時期の開元寺は、江南の仏学の中心地であった。 真の順次年間には、なお、有神寺と改められた。佳経年間、寺院の後殿に、重さ18トンにも上る、銅製の仏像が鋳造された。近代には戦火によって破壊されたが、1986年に再建された。そして再建された首郎の中には、南昌三宝の一つといわれる南塔の時に、作られた銅像が保管されている。 ユーミンの首労伝説によると、民の初代皇帝、主元祥は、お忍びで、ユーミンを訪れたことがあった。この時寺の僧侶に再三にわたって、生命を問われたので、主元祥は月光して、余人公生数万兵、洋館宝剣、土目生草、野草伏式三賀主、ひたすら、東東門生命という漢詩を残して去った。そして、この詩を読んだ僧侶は、 以下のような詩を書き、返事とした。お筆大詩不愛止め、止め時をもんみ、恐れ気心憂礼、交渉交水貧品,品,品洗い、なお、融合公社途牛。その後、主元章はこの詩を読んで、僧侶を罰するのを取りやめた。有民寺にある、大雄宝殿有民寺の内部像の仏像が、保管されている場所、ありがとうございます。